おいっす、こんにちは、アメリです。今回は仮面ライダーコラボが最終日でした。気づいたら気づいたら最終日でしたよね。合ってるよね。はい、ということで、もう日付がないということで、最終考察、最終評価の方をやっていきたいと思います。全キャラで31体なはずです。武器含めて交換できるところと、モンスター購入枠と、で降臨で登場したウィザードと、あとダンジョンで手に入るキャラクター、多分これで全部だと思うんですけど、これいないよっていうのがもしあったらコメント欄で教えてください。そしたらね、あの補足でコメント欄で僕がなんか一番上に固定しておきますんで。はい、ということで、まあ、31体とキャラ数も多いのでサクサクいこうかなと思います。右に表をポンと、はい、出しておこうと思いますの で、 で今もね、なんかあのこれ YouTube 側の話なんですけど、バグって縦画面のやつはサムネイルが表示されないみたいな感じなんで、まあ、この動画は横画面なんで問題ないかなとは思うんですけど、なんか早く直してほしいですねという余談を添えて、じゃあ S ランクから参りましょう。まず1体目、仮面ライダーオーズのタジャドルコンボが強いので S ランク入りです。これは文句なしでしょう。処理の早いブレスにシバドラとかでも使えるような超つない消しとなっております。で、武器のこの評価もなかなか高めです。スキブ封印あって、毒耐性を負けて1個あって、チーム HP2 個で操作時間や回復力をエンハンスできます。初手で打っていくのにも便利かなと思いますし、まあなかなかいいキャラクターだなと思います。確定購入枠になっておりますので、買える余裕のある方はぜひ1体でも確定購入することをおすすめします。はい、続いて2体目ですね。こちらも確定購入枠になります。仮面ライダーウィザードフレームスタイルということで、このキャラクターが変身キャラなんですが、変身後10球4つに十字 L 字2ターンで打てる操作時間延長と闇火と回復を5個ずつ生成、つまり6号で運用するなら盤面の半分の色が変わっていくという感じですね。縦に縦に積んでいくのが基本になりますので、追撃の覚醒で追撃が打てるという感じになってます。リーダースキルも火か闇の合気1個につきでどんどん上がっていき、2か3もして、火闇回復の同時攻撃でダメージ激減の攻撃4倍です。追撃こそないんだけど、さっき言ったように回復を縦で追撃で組んでいけるので、追撃がいらないという感じで、リーダーフレンド仮面ライダーウィザードで組み合わせることで、今回の裏百竜でもかなり適正度があったんじゃないかなというところになってます。まあ、今後の超重力のダンジョンにおいても重宝されそうなキャラクターですし、サブ運用としてもありなんじゃないかなと思います。で、このキャラクターはここも強いと思います。究極進化です。闇光の2上ですね。今回登場したヒカリン&ワルリン、まああの辺でも合わせていけるかなと思いますし、他には回収だったりとか、あとは今回出た仮面ライダーリバイスであったりとか、あの辺に相性がいいのと、76にしてくれるよというところなので、54にされるギミックへの対応力がかなり強いですね。ただ今回裏百竜で裏は54が来なかったので、表の方の今度の、まあ今満竜なので、奥とか長とか来た時に54ギミック多分来るんだろうなというところで、そこら辺での活躍があるんじゃないかなと思ってます。お邪魔耐性とかも完封できて、この辺は便利に動くんじゃないかなと思います。はい、武器に関しては別にそこまでかなという評価に留めております。はい、ということで、じゃあ次 S ランクは最後1体、最後の1体ですね、仮面ライダーブラックサンですね。初見攻略にこそ使われないかもしれないんですけども、今ね、最強リーダーランキング、まあ下の方に入ってこれましたね、ようやく。今回のクリスマスセリカと合わせていく、使っていくような感じになっております。やっぱりこのループ、4ターンでループしていくような、スキル、生成2ですね。これが強いというところで、まあある程度ダンジョン内容が割れてくると、今だと川柳ぐらいが、まあ、周回として活躍してるようなところかなと思います。まあ裏100とかでも使えるようになってくるとは思いますので、まあ今後ともそういうコーナー移動をより楽に周回したいとか、コロシアも楽に周回したい、まあ芝ドラよりもちょっと早く周回したいみたいな、まあそういうところになってくると結構便利かもしれないですねっていうところなんで、結構もうガチで力を入れてコーナー移動を周回楽にやりたいぜみたいな人は4体持っておくと便利かもしれないですが、1体持っておくだけでもだいぶ違うと思うので、ぜひね、交換はおすすめできるようなキャラクターとなっております。で、アシスト進化はスキブ封印の切れ木じゃなかった、闇列強化2つの枝豆と4ターン遅延ということで、まあこれも闇で列を生成していく編成にはつけやすくて、4ターン遅延かなり強いと思いますので、もう武器目当てで取るっていうのもありなので、ぜひね、1体確保できるよって方は1体、4体とは言わないので1体確保しておくことをお勧めしております。以上 S ランクです。次 A ランクいきましょう。購入じゃない、交換可能な仮面ライダーギーツです。光属性無効貫通の最高火力タイプっていう感じですね。今後光のコンボパが来ると思います。で、そうなった時に無効貫通を素で組むような編成だったらいいんだけど、基本的に多分光コンボ強化ってスキルで無効貫通していく傾向にありそうなので、ってなったら仮面ライダーギーツが優先度高くなってくるかなと思います。ただこのキャラクター3ターンじゃないのがちょっとデメリットっていうかな、強くない点って言ったらいいのかな。4ターンだと周りが悪いんですよね。最近のダンジョンって6ターンで敵発狂してくるので、3であるか4であるかってだいぶでかくて、
最近のキャラクターって変身じゃなくても3ターンで無効貫通できるのに、変身なのに3ターンで無効貫通できないっていうのはちょっとマイナスな点かなと思いますね。変換とかダメージ上限値が50億になるっていうメリットが加わったおかげで一旦重くなってる感じなので、少しそこは残念だなとは感じますが、まあそれでも無効貫通できる高火力枠っていうところで、やっぱ光コンボパでは優先度高く入ってくるんじゃないかなと思います。リーダー性能も高いですね。光合気してどんどん火力が上がっていきます。追撃も上がっていきます。で全パラメータ4倍なので、裏ではちょっとグラビティ来てるので難しいところありますが、表とかだったらかなり攻略の方が超重力のダンジョンもやりやすいんじゃないかなと思います。アシスト進化もそこそこですね。光属性、副属性、付与、光コンボ強化、光道路強プラスに十字で15ターンで出るスキルは強いです。ダブル吸収無効3ターン継続で、自分エンハじゃなかった、自分が属性光になりますと、これも3ターンできるということで、まあもしかしたら使うかもだけど、まあめっちゃ強いわけではないですね。そこそこですねっていう感じになってます。はい、ということで次行きましょう。仮面ライダーリバイス確定購入3600円枠です。潜在が8枠触れるのはかなり強いと思います。変身すると指がいっぱいあって10強3つ、 2A プラが2つ、2ターンで打てるスキルで 2A の覚醒数で攻撃力および回復力の上昇があります。陣じゃないんですけど、光、闇、回復を4個ずつ生成します。なので最低限の生成とエンハンスっていう感じになってます。光と闇は 2way で今どんどん来ているので、まあその辺では使いやすいリーダーとかにはなってくるんじゃないかなと思いますが、現状そこまでっていうところがあって、今回は A ランクに落としてます。なのでまあ買える方は買ってもいいかもしれないけど、めっちゃ活躍するってことはあんまないんじゃないかなと思ってます。リーダースキル闇、光、回復、同時攻撃、ダメージを半減、攻撃25倍の酸化酸、悪魔と攻撃タイプ HP が 2.2 倍です。まあ 2.2 半減で回復倍率は自分のスキルで持っていくよっていうところなので、まあだから今回の光&ワルリンとかのエンハンス枠としては入ってくるの全然ありなんじゃないかなと思いますので、まあその辺で使うケースはあると思うんで、まあ買うのは全然、うん、おすすめはまあするっちゃするけど、めっちゃおすすめではないっていう、まあ買えるんなら買ってもいいけど、無理に買うほどじゃないのかなっていう感じの性能かなとは僕は思ってます。まあ今後ね、光闇がどんどん 2A が来るとちょっと強化上がっていく気はするんで、まあその辺ちょっと将来のこと考えるんなら持っておいてもいいかもしれないですね。で、アシスト進化はバインドスキムの 2way のチーム回復2つですね。他には真の武器が似たような感じ、これの 2way 内バージョン、まあ悪魔タイプ不要内バージョンとかがありますけど、スキルが76にできるスキルっていうのはなかなかいいかなと思います。まあバインドにチーム回復2つ持ってる武器っていうのがそもそも全然ないので、まあその辺での活躍はあるかもしれないですが、まあ、絶対欲しいねというほどの性能ではないのかなというところになってます。はい、次行きましょう。次、仮面ライダーブレイズですね。本体評価は無効貫通の火力が上がったので多少なりとも上がりました。回復を生成できるっていうのはまあなかなかなのかなと、もしかしたら水パで使うかもしれないけど、個人的には武器評価の高めなところが、相まって A ランクという感じですね。攻撃キラーという刺さりやすいキラー、スキブあと7キロあると、10ターンで9ターンエンハンスあるので、コロシアムとかの周回にも使われるかなとか思ってますし、攻略でも使いやすい覚醒を持ってると思います。もう一つは副属性水付与できて、ステータスを一番漏れる武器です。現環境だとチーム HP2 個にチーム回復、9ターンで打てる、ジンとあとエンハンスっていう感じになって、水属性自分も変わるよっていう話ですけど、まあ、スキル内容はそこまでかなと思いますが、まあ、言ってもジンなんでね、まあ、ステータス漏れるので副属性とりあえず水に変えたいな、いい武器ないかなってなった時に結構使いやすくはなってくるかもしれないです。まあどっちかというと攻撃キラー武器がかなり評価高めという感じで、今回 A ランクとさせていただきました。はい、次行きましょう。仮面ライダースーパー1本体性能はいまいちです。武器の1個目、これが泥気を持ってスキルを持って溜まりにくい武器、溜まっても強い武器として強いと、十字消しも持ってるし、であとはエレキハンド、これが烈強光で、あとは花火スキルっていう感じになっておりますので、かなりいいんじゃないかなと、周回本面でいいんじゃないかなと思います。まあ大体そんなところかな。他は他の動画でも説明してますので、ちょっと省こうかなと。ダメージ吸収も効果できたり、属性吸収も効果できたり、無効貫通できたり、ダメージ吸収無効できたりとかあります。まあその他の武器はそこまでかなっていうところですけど、はい、っていう感じで、まあ武器ね、ヒパ使ってヒドロ強武器欲しいなっていう方は結構優先的に取ってもいいかもしれないですが、無理に手に入れるほどの性能ではないと思ってます。はい、次行きましょう。仮面ライダーブラックですね。ブラックは、まあ、本体はこっちはスキブ4つ、超つなげで種属性は火力出していけるねっていう感じになるかなと。でダブル吸収無効の陣ですよっていう感じ、まあ使われなくはないかなっていう感じかな。闇パでちょっと一旦吸収無効欲しいなっていう時には別に入れるのはありかなと思います。バイオライダーが結構将来性的には高いかなと思って、今回は A ランクです。超つなげ2つ持ち、キラー持ちでスキブ4つで編成入りやすくて、攻撃力バカみたいに高くて、7ターンで打てる全員エンハンスと全員 HP 全回復の全員
全員じゃない、ロック解除からの再加弾水生成っていう感じですね。まあ周回方面だったり攻略方面でも全然入りやすいかなと思います。水の蝶つなげとかが来た時にはまあその辺で活躍のケースあるんじゃないかな、あるんじゃないかなと思って今回は入れさせていただきました。あとはベルトですね。お邪魔耐性とかとりあえず盛りたいよ、耐性盛りたいで列でつなげていきたいっていうところにはまあまあ使いやすい武器にはなってくるかなと思います。お邪魔耐性武器っていうのが現環境そこまで強いのがないっていうのもあって、まあまあ評価は高めかなっていうところですね。この武器とバイオライダーが個人的にはなかなか高い、これはまあそこまで、まあもしかしたらこの進化前もちょっと可能性感じるかなみたいな、まあそんな感じになって A ランクですね。まあ別に無理して欲しいようなキャラでもないかもしれないですね。はい、続いてどこ行きましたかね。あいつはどこでしょ、シャドウムーン。はい、こいつです。仮面ライダーシャドウムーンですね。新キャラクターです。24ターンの変身、2ターンヘイストはまあまあ偉いかな。スキブ3つ持ってて、変身すると火力特化します。10強4つ無効貫通です。まあ超重力でも火力しっかり出していこうねっていう。で、2ターンスキルで自分と攻撃タイプエンハンス 1.5 なので 2.25 倍ですかね、自分は上がるよと。で、回復以下のドロップから闇を6個、光を3個で、まあ、無効貫通しやすい盤面を作ってくれます。ロック解除がないのが本当に残念で、リーダースキル闇光同時攻撃24倍4加算の闇を6個以上つなげてダメージ激減ということで、まあコンボ加算が活かしたいダンジョン、川柳とかね、ああいう追撃をやらないんだけどコンボ減少がめっちゃ面倒いみたいなダンジョンには使いやすいリーダーになってくるかなと思います。ただまあ本体目当てでどうしても取るほどの性能はしてないと思います。まあ武器は結構評価高めなので、まあこれは取ってもいいかもしれないですね。悪魔タイプ付与チーム HP2 個、チーム回復あって闇と光のドロ強がプラスで1個ずつ、19ターンで打てる3ターンヘイストとエンハンスっていう感じになってます。まあ初手でヘイスト打つのもよし、ステータスを盛るのも強いし、闇を光に変換するっていう編成、ギーツしかりマーベルしかり、まあその辺がちょこちょこいるので闇のドロ強を盛る分にも便利だったりするし、闇と光といえばさっきのワルリンとかの 2way とかでも活躍するケースあるので、まあその辺の武器として使っていく分には強いんじゃないかなと思うので、武器の評価は結構高めですね。本体性能はまあそこまで強くはないのかなという感じの評価になってます。はい、以上が A ランクでした。続いて B ランクいきましょう。まずは B ランク1体目、仮面ライダー01ですね。攻略というよりは周回方面での性能になるかなと思いますが、スキブがいっぱいあるよと、10強と超つなげて火力出していくことができますがっていうところになってます。で、7ターンで打てるのはエンハンスとあとは軽減って感じですね。で、リーダースキルは光をいっぱいつなげていけばとりあえず倍率出て固定ダメージなので、まあ本当に周回っていう感じ。こっちはコンボ加算してくれるよっていう感じになってます。で、武器はダブルキラー武器と、あとは、これ無効貫通しながらの2列生成、まあこの辺は周回でも使いやすいかな、スキブ持ってるしっていうところで、この武器の評価はまあまあですね、うん、本体性能は周回のリーダーになれるかなっていうぐらいなもんです。こっちの武器に関してはダブルキラーは別に100竜とかの進化前のあの結晶の状態でも同じようなキラー持ってるし、別にこいつである必要性はあんまりないかなとは感じてます。はい、次いきます。仮面ライダーセイバーですね。まあ武器評価っていうところです。本体はね、まあ確かにエルフリーレと相性がいいだのなんだのっていうのはあるんですけど、ジン別にこいつである必要があんまりないなっていうとこかなと思ってますね。まあ今回エルフリーレが裏の百竜でまあまあ活躍したっていうのはあるので、まあ別に使えるっちゃ使えるんだけども、まあ現状こいつが入ってこれる枠は特にないというか、いなくていいっていう評価にとどまってます。まあいたらいたで、まあ人枠として便利なケースはあるかなと思いますが、5ターンスキルなんですよね。ちょっと重たいよねっていう感じ。エルフリーデが4ターンで、あとはクレハを1枚詰めてあげたら大体回るんでね、まあその辺でこと足りるかなって思ってるんで、別にどうしても欲しいような感じにはならないのかなとは思ってますので。で、武器評価に関しては暗闇3つにチーム HP2 個ですね。覚醒だけ見るとちょっとウルトラマンベリアルっていう超強いライバルがいるので、その辺が微妙になってくる。スキル内容はジンスキルで、9ターンエンハンスがこいつの強みですね。シバドラでコロシアム周回には使われるかもしれないですが、まあその辺でとどまるんじゃないかなとは思ってます。もうちょっと本体のジンスキルが軽かったらちょっとあれだったけど。で、もう一個の武器はドラゴンキラー十字で指プラ2つ。まあ火力十字も上がったので、ドラゴンキラーも上がって、まあ火力はかなり高くなった武器にはなりました。9ターンで打てて、3ターンの間ルーレットや操作時間や回復力。まあうまくはまれば使えそうな武器にはなってくるかなと思いますが、別に必須クラスの性能はしてないかなとは思っております。はい、次行きましょう。次が、これはこれかな。
仮面ライダーファイズアクセルフォーム、進化前は悪魔タイプに対して火力がめっちゃ出るよって感じかな。10強3つに、まあ、一応5色攻撃強化で火力は出るよと。で、進化後の方が使いやすいかなと思います。スキルチャージ持ってて5色が3つに7強2つ、14ターンだけど、まあ実質スキルチャージ活かして7ターンで2ターンダブル級シャムコット、ドロ強とエンハンスがありますということで、まあ現環境ドロップジャッカとかも結構害悪なので、ダブル級シャムコットとしてはなかなかいいような性能してるかなと思います。多色使ってる方とかは結構使いやすいんじゃないかな。攻撃タイプ縛りとかそういうのが来ても全然使いやすいしっていうところですね。で、武器1個目は毒耐性いっぱい盛るけど別にそんな必須クラス感じない。で、これは、闇属性付与がついた、マキさん幽運ですね。マキさん武器の幽運で2ヘイストついたよっていう感じですね。まあ別に使わないかなとは思います。はい、ということでね、まあ究極進化が一番使えるかなというところで、まあ引けた方は取っておきましょうねレベルかな。まあ B ランク全体的にそうなんかもしれんけど。で、次仮面ライダー電王です。進化前は10強3つに5色、あ、ごめん4色ですね。で、スキル内容が7ターンで打てる、バレンタインイデアルの光属性と全く同じスキルですね。スキルターンも含めて覚醒無効消せない状態解除とジンです。雲耐性素で持ってるのは偉いと思う。まあどっちかというとこっちの方が使われやすいかな。スキブ4つあります。毒耐性聴覚性で漏れたりして、4色は3つとちょっと寂しいね。4つ目つけたいけど毒も盛りたいしっていうちょっともどかしい。まあスキルメインで採用のケースあるかもしれないですけど、絶対欲しいようなキャラではないかなと。で、武器1個目はお邪魔耐性漏れる、まあまあそこそこで、まあこの武器が評価そこそこ高いかな。非服属性付与4色の予備プラで20ターンでスキル内容が強いですね。2ターンダメージ吸収無効貫通して全員発数、まあこれは周回でも使えそうな感じもするし、普通に攻略方面でも使いやすい武器にはなってくるので、まあ引けたら引けたら強いかなと。まあ別に武器目当てで交換をおすすめするほどではないのかなっていうのが電王ですね。はい、次、降臨枠仮面ライダーウィザードオールドラゴンです。ダブル吸収無効枠です。またも76にできるスキルっていうのが結構強みなので、盤面54が来るよっていうところで、ちょっと76にできるキャラクターガチャゲーに全然いいの持ってないなっていう方は、その辺の代用として活躍するケースがあるんじゃないかな。あとはまあ悪魔タイプがいっぱい出るよっていう男女に対して悪魔キラーさせていければかなりこいつの強みは出てくるんじゃないかなっていうところです。進化形態がないので評価は以上となります。はい、続いて次が B ランク最後、ちょっと上げときましたこいつは。はい、仮面ライダーエグゼイドなんですけど、まあこっちは超つなぎで回復力も漏れるねっていう話になってくるんだけど、どっちかというとこれの性能を少し評価を上げておくことにしました。スキブ4つ、 L 字の10強、自己炎波7倍、これがループします。火力は819倍かな、ごめん、火力がね819倍ほど出るはず。2.2 が2.2 が2,3,4つあってからの5倍で、さらに自己炎波が7倍入るから819倍ですね。結構高くないですか、819倍出るんですよ。ただ L 字で食わんといけんのですよね。まあ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 、でも光目覚めできるっていうのも相まって、まあ、もしかしたら光コンボッパでワンちゃん使われるんかみたいな火力枠で、なのでまあ一概にめちゃめちゃ下げるっていうのは安直すぎるんかなと思って、今回は評価をね少し上げときました。本来 C ランクに入れてたんですけど、今回ちょっと B ランクに入れさせていただきましたということ。ただまあ交換しろとは言わないです。はい、まあ引けたらゼロにはしなくていいんじゃないかレベルまではなったかなというところですね。武器は LG 操作か光ドロケは偉いね。毒耐性持ってるよと。5ターンで出てるさっきの目覚めと自己炎波です。まあ自己炎波は強いと思うけど、まあ必須クラス性はあんま感じないね。もう一つは回復タイプ用 LG2 つ自動回復です。まあ自動回復系が来たらもしかしたらっていうぐらいですけど、8ターンで打てる、両端一列光生成と回復も真ん中に作ってくれるよって感じです。まあ別に強くはないと思います。はい、以上が B ランクでした。次 C ランクいきます。仮面ライダー915ですね。進化前は悪魔タイプに火力出すよ。進化後は 2way で火と木で火力出すので、まあただこう体力タイプがないんだけど、一応ミディが結構相性がいいんだよねっていう、体力タイプ付与武器が欲しくはなりますけどね。ドロリフなので、まあ盤面対策っていう感じですね。ただスキルチャージがあるので過食で使ってほしいんかみたいな分からんこいつは、なくてええやろう感はすごいね。一応まあもし多色で運用できれば7ターンで打てるドロリフですね。まあ強くね、2ターン遅延が入るので、まあ、多次元みたいに遅延がうまく刺さってダメージ吸収の対策ができるとかのケースでもしかしたら使うかもしれないけど、取るほどの性能はないと思います。武器はバインド、チーム回復、チーム HP、 操作負荷で14ターンでさっきのスキル、まあ別に強くないですね。はい、以上です。
次、桃太郎買える方は買ってもいいけど、まあ別に絶対買えというほどではない。12ターンで打てるブレスが強いから、敵一体に攻撃かけ1000倍の、ブレスを打てます。両ターン非生成できるので、まあ周回系にはもしかしたら使われるかなっていうところですね。こういうブレス系、強いブレスあんまないよっていう方で、文法余ってるよっていう方はまあとってもいいかもしれないですが、別に無理して買うほどの性能はしてないかなっていうところになってます。はい、次行きましょう。続いてこれダンジョンで落ちるキャラクターですかね。仮面ライダー、待って読み方が王者なのか、ごめん違ったらごめんね。封印2個ある、バインドはちゃんとある、非ダメージ軽減を普通に持ってる素で、だから 10% 軽減だね。10強2つにドラゴンキラーが上がったんで、まあ、ドラゴンタイプに対しては10強4つ分の火力を出していけるよっていうことで、まあ、100流系には刺さりやすいかなと。で3ターンで打てるスキルだけど、まあ、スキルが毒っていうちょっと特殊ですね。まあなんか上に乗せて使っていくぐらいでいいんじゃないかなと思うけど、まあなんか無課金とか氷で手に入るようなキャラの中ではまあまあな、なんか使い道はあってもいいのかなぐらいな性能をしてるかなっていう、まあ以上です。はい、以上です。で、次ですね、これは誰だっけ、仮面ライダービルド、もう武器一択、はい、覚醒用キラー、これが3つ唯一無二、はい、ゲリラとか来たら便利ですね、以上です。はい、次、仮面ライダーダブルですね。ダブルは、まあ、昔は火力1番って言われてたけどね、最近だとロシェが出ちゃって、まあ、どうのこうのと。スキルブーストエンハンスできます。回復力エンハンスできるようになったけど、そうじゃないだろうと。お前は3ターンだったのが強み。こいつはカラッタと違って、継続ターンが長かったのが強みなんだから、継続ターンを伸ばせ。5ターンエンハンスにしてほしかったなっていうのがありますけどね。まあ、スキブがついたねと。回復力が上がったね。回復力が上がることのメリットはあんまり感じないんだけど、まあそんな感じですね。まあ引けた方は取っておきましょうぐらい。確か確定購入じゃなかったこいつ。別に確定購入なら買うほどではないけど。はい、次クーガですね。クーガは武器評価ですね。泥強プラス2つ、チーム HP の体力キラーです。まあ川柳とかは体力キラー結構刺さりやすいしって言って、ダメージ軽減もね、最後ボス階層だけ欲しいなとか、あとは政宗の攻撃とか強い先生攻撃ちょっと受けたいなっていうのが分かってきてたら、そういうダンジョンには経験ここで貼るっていうのでもしかしたら使えるかなっていうところですね。まあ泥強今の環境結構強くなってきてるので、4つ持ってるっていうのは外れ枠の中ではなかなかいい武器持ってるんじゃないかなと思います。はい、次、交換可能なキャラですね。サイクロン号です。雲耐性を持ってる4ターンヘイスト武器です。26ターンとちょっと重いですけども、まあ使われるケースあるかもしれないので、まあ、特にヘイスト持ちの武器あんまり持ってないよっていう方はぜひね、交換しておいていただけるとっていうところですね。まあ使うとしたら僕の頭の中では100竜じゃない、ごめん100竜じゃ、今の忘れてください。百花繚乱でエーリスドラゴンとか乱入イベントが来た時に使うかもね。そう、初手で2段階ヘイストブラバで行くよみたいな、まあそういうのでは使われるかもしれないです。はい、最後 F ランクですね。これね、前質問あったんだけど、 D、E ランクってなんでないんですかと。知りません。僕がこのアプリ作ってるわけじゃないので、知らないです。D なんでないんでしょう。F に飛んでるんですよ。まあ、いいです。どうせ使わないので。交換可能なキャラです。2ターンヘイストできます。はい。はい。まあ、以上。仮面ライダージオです。火力7強2つ、5色2つ、スキル内容弱い。以上です。武器ないよね、俺。武器すっ飛ばしてるか？そんなことないよね。はい。で次、仮面ライダー V3 ですね。亀裂鏡、蝶つなぎは1個です。で、6ターンで打てて2ターンの間エンハンス打てます。武器に関しては裂鏡を持って枝豆とクラミン漏れます。はい、もう特にノーコメントです。次、仮面ライダーアマゾンです。50倍以上強化で火力が出ます。3ターンで打てて HP30% 回復ロックします。で、自動回復3つ持ってて、クマ持っててるのはまあまあです。はい、自動回復系のリーダーにとってはまあまあですが、まあなくていいと思います。まあ別に引けなんか適当に引いたら出たよっていう方はもっとってもいいかなぐらいですけど。はい、続いてダンジョンさんのキャラクターかな。これも自動回復3つ持ってますよ。 L 字素で持ってるますよ。10強は2つで火力弱いですよ。はい、次で、次がですね、これは君もダンジョンさんかな。もうね、これ2年前ぐらいに撮ったキャラだからめっちゃ忘れてるけど、7強4つ 2way プラス2、まあお邪魔耐性完封できてるねと。で、7ターンで打ってるスキルで2ターン属性吸収無効の光を闇に変換します。まあなんか他のキャラクターに比べるとまあまあな性能してます。はい、
続いてポッピーです。チーム回復もおります。封印2個です。7ターンで打てる覚醒無効とか解除してくれます。まあスキル内容はそこそこですかね。で武器は予備プラもおります。はい、7ターンで何のこんなまあ弱いですね。はい、次いきます。続いてが仮面ライダー龍騎です。秘烈鏡です。枝豆あります。蝶つなぎあります。リーダースキルは一応シバドラと合わせることができますが、まあ龍騎である必要が全然ない。で武器は秘烈鏡2つ、封印な毒が2つ、どうのこの、まあ別にいらないですね。最近はもうなんかシバドラに合わせる系のリーダーいっぱい出てきてるのと、マイコラボ絶対1体はいるからね、シバドラと合わせれるやつ、殺し屋も周回のために。はい、次、仮面ライダーホーゼですね。福士蒼太、7強7強10強で火力中途半端、回復エルジでスキブが7個持ちにできます。自分のエンハンス数が継続します。だから何でしょうか。エルジ持ってます。お邪魔耐性3つ、無効貫通。まあ武器はまあまあかな、スキル内容弱い、まあって感じです。はい、別になくていいと思います、使わないと思います。はい、以上ですね。ということで今回こんな感じで評価してみました。皆さんの中でねこのキャラクターが使えそうとかもしありましたら、よかったらコメント欄で教えてください。ということで参考になった方は高評価登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。